お兄ちゃんお願い、一緒に行こうよ。彼氏に頼みなさい。何が悲しくて妹とカップル限定スイーツを食べに行かなくちゃいけないんだ。だってすっごくインスタ映えするんだもん。写真撮ってインスタにアップしてみんなからいいねたくさん欲しいんだもん。承認欲求の怪物かよお前。いいから行こうよ、お願い。俺の名前は桜井大吉、高校2年生。そしてこいつは俺の妹のうららだ。どうやらインスタ映えする写真を撮るために俺とカップル限定スイーツを食べに行きたいとのこと。なんでも近所の喫茶店で今期間限定カップルフェアなるものをやっているらしい。そこで出てくるカップル限定スイーツがとても写真映えするのだとか。それで承認欲求に飢えた獣である我が妹にその喫茶店に彼氏役としてついてきてほしいとお願いされている。あのな、何が悲しくて兄弟でカップル限定スイーツを食べに行くんだよ。彼氏と行け彼氏。いないんだからしょうがないじゃん。そうか、しかし兄には彼女がいるのだ。出た、お兄ちゃんの彼女いるマウント。そう、俺には先日から付き合い始めた彼女がいる。同じクラスの女子なのだが、これがまためちゃくちゃ美人なのだ。きっかけはそう、先日クラスで起こった靴下盗難事件。どうでもいい事件だな。当時俺の彼女は犯人候補にされていたんだが、そこを俺の華麗な推理によって真犯人を見つけて助けたんだ。お兄ちゃんアホなのにすごいね。それがきっかけで仲良くなり、俺たちは両思いになったのさ。告白した日のことは今も鮮明に覚えている。ずっと一緒だよ、もう話さないから。俺もずっと好きだみたいな感じで。きっしょ。まあそんなわけだから、どうせ行くなら俺は彼女と行くよ。お前もさっさと彼氏作ればいいんじゃないか。気になる男子とかいないのか。いないこともないけど。ほうほう、誰だ誰だ、同じクラスの男子か。うららは俺の一個下で同じ学校の後輩でもある。同じクラスに気になる男子がいるなら、兄としてどんな男子なのかを見定めてやろうか。ううん、別にいいの、その人彼女いるみたいだから。え、あ、そうなのか。悪いことを聞いてしまったか。わかった、じゃあ一緒に行ってやるよ。いいの。あ、失恋ってわけじゃないけど、妹も妹なりに大変なんだろう。ここは兄として少しでも妹を励ましてやらないとな。お兄ちゃんってほんと優しいよね。あ、何か言ったか。うん、何でもないよ。そうか。そんなこんなで俺たちは普段の喫茶店へと向かうのだった。ほらほら、お兄ちゃん、今は彼氏役ちゃんとやってもらわなくちゃ。もっとくっついて、じゃないとカップルって認めてもらえないよ。ああ、そうだな。喫茶店に着いた後、カップルだと証明するために妹と恥ずかしいことをやらされた。これも妹を励ましてやるためだと言い聞かせてなんとか乗り切ったのだが。はい、お兄ちゃん、あーん。あ、あーん。どう？おいしい？そうだな、うまい。まさかこのカップルの限定スイーツがあーん以外で食べてはいけないなんて恥ずかしい。というか、どうせなら彼女にやってもらいたかった。あ、さっきあげた限定スイーツの写真めちゃくちゃいいね、来てる。わーい。まあ妹の承認欲求が満たされたみたいで何よりだ。にしてもちょっと小腹が空いたな。何か頼む？そうだな、このオムライスを注文しようかな。おや？ん？どうかしたの、お兄ちゃん。いや、なんか視線を感じた気が、気のせいかな。なんで大吉くんが私以外の女と一緒にいるの？その後しばらくして出てきたオムライスに殺すとケチャップで書かれていた。え、怖っ。何これ、ウケるね。インスタにアップしよう。
怖いもの知らずか。しかしなんだこれ、店員さんがこんなことをしたのだろうか。なぜ、ここ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 あ、なんで、んどうしたの兄ちゃん。ごっくり、なんでここに彼女が、俺の彼女の潔清らかさんがいるんだ。めちゃくちゃ怒ってる。絶対誤解されてる。確実に俺が別の女の子と浮気してると思われてるぞ。バイトをしているとは聞いていたけど、よりによってここでバイトをしているなんて不覚。となるとこのオムライスも清らかさんが、もしそうならとんでもなく怒ってるじゃないか。まずい、早急に誤解を解かなければ。ちょっとうらら、お兄ちゃんお手洗いに。ダメ。え、今からお兄ちゃんとツーショット撮るから、ほら笑って笑って。はい、グリーンピース。そんなにくっついたら、ググ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 グ、ほら。どうしよう、誤解解けるかな。そういうわけで、俺は決して浮気なんてしてないんです。翌日、学校で昨日の件の釈明をしたところ、空き教室に連行されて、気づいたらこうなっていた。妹さんと、それにしては随分と楽しそうにしていたようですけど。嘘じゃない、本当に妹で血のつながった兄弟なんだ。それ以上でもそれ以下でもない。でも実は血のつながっていない義理兄弟で、それを知っている妹さんは密かに大吉くんに連呼していて。ないよ、血つながってるよ。なんなら俺の血とあいつの血を舐めて確かめてくれてもいい。確かにそれなら確実ですね。本気にされてしまった。何ですか、冗談なんですか。それとも実は血がつながっていないから、私に血を舐められるとバレてしまうので焦っているとか。いや、遺伝的なつながりって血を舐めてわかるもんじゃなくない。味でわかるもんじゃないんですか。そんなわけないじゃん。俺ただ誤解を解きに来ただけなんだが、清らかさんとても俺を疑っているらしい。まあそりゃそうか、彼氏が知らん女とバイト先でイチャイチャしてたら疑いもするよね。これは疑われるようなことをしてしまった俺に責任がある。清らかさんは名前の通りすごく清らかで、清楚で綺麗な心を持った優しい人だ。だから誠心誠意を持って誤解だと訴えれば必ず信じてくれるはず。俺とあいつは清らかさんが思っているような関係じゃないんだ、信じてくれ。え、兄弟じゃないってことですか。じゃあ普通に浮気ってことですか。しまった、もう信じてくれていたのか。感は9大。どうしよう、どうしたらこの誤解を解くことができるのだろうか。なんか俺が口を開けば開くほどドツボにはまっているような。大吉くん。はい、大吉くんです。私たち別れましょう。あの、の、の。学校から帰ってきてしばらく、お兄ちゃんがずっと落ち込んでいる。おそらく彼女に振られたんだ。計画通り。お兄ちゃんに彼女なんて必要ないのだ。だってこの私がいるんだからね。そう、何を隠そう、私はお兄ちゃん大好きなブラコ妹なのである。はあ、大変だったな。お兄ちゃんに彼女ができたと聞いた時は、枕をティッシュ代わりに涙で濡らしたものだ。だがこうして見事別れさせることに成功した。お兄ちゃんの彼女のバイト先を調べ、いつシフトに入っているのか調べ、友達とかつてを頼ってカップルフェアを開催するように仕向けた。今結構カップル向けのイベントとか流行っててみたいなことをそれっぽく言って、なかなか根回しは大変だったが、これであの女の前でお兄ちゃんと恋人としてイチャイチャできた。あれを見たら誰でも浮気を疑う。当然お兄ちゃんは私を妹だと言い張る。
しかしあれを見せられてただの妹だと信じるバカはいない。仮に彼女が私に直接確認へ来ていたら、私とお兄ちゃんは禁断の恋をしているんですというつもりだったので抜かりはない。すべて私の計画通り。あとは昇進のお兄ちゃんを慰めて私のものにするのだ。お兄ちゃん大丈夫？の大丈夫、お兄ちゃん私がいるからね。のこれからゆっくり時間をかけてお兄ちゃんの心を私のものにする。のお兄ちゃん、それで話って何でしょうか。お兄ちゃんがずっと落ち込んだままで、あの後昇進につけ込んでお兄ちゃんを私のものにするはずだったのだが、お兄ちゃんはずっとのの字を書き続けるのの字ボットになってしまい、私には見向きもしなくなってしまった。それだけ彼女に振られたのがショックだったのだ。私では心の隙間を埋められないほどに落ち込んでるって。私に振られたからでしょうか。でもあれは彼が浮気をしていたからで。違うんです、あれは私が悪いんです。そうして私は計画のすべてを彼女に話した。本当はお兄ちゃんを慰めてそれで私のものにするはずだったんです。でも私じゃお姉ちゃんの心の傷を癒してあげられなくって。そう、だからお兄ちゃんともう一度付き合ってあげてほしいんです。お兄ちゃん何も悪くなくて全部私が悪いから。そう、そういうことなら分かったわ。本当ですか？ねえ、でもそこまでするなんて、すごくお兄さんのことが好きなんですね。はい、私お兄ちゃんのこと大好きなんです。お兄ちゃんいつもすっごく優しくて頼りになって。わかります、私も同じですから。あの何ですか？清らかお姉ちゃんって呼んでもいいですか？構いませんよ。私清らかお姉ちゃんにならお兄ちゃんを任せられます。そう、それは良かったわ。ありがとう、うららちゃん。この人すっごくいい人だ。それなのに私はお兄ちゃんやお姉ちゃんになんてひどいことをしてしまったのだろう。自分の浅ましさが嫌になる。というわけで大吉君とよりを戻したいと思うの。あなたを疑ってごめんなさい。私もごめんね、お兄ちゃん。私のせいですごく落ち込ませちゃって。いや、いいんだ。疑われるようなことをしちゃったのは俺だったしな。お兄ちゃん。だから気にするな。ありがとう、お兄ちゃん。こうしてうららのおかげで誤解は解けた。めでたしめでたし。とはならんよね。俺たちがよりを戻した後、あとはごゆっくりとうららが気を利かせて俺たちを二人きりにしてくれた。ちょうどうららがいるとできない話をするところだったのでよかった。これで満足か、清らかさん。ええ、もちろん。おかげでうららちゃんと仲良くなれました。上出来です。そう、これはすべてうららと仲良くなるために清らかさんが考えた作戦であった。俺が浮気を疑われて誤解を解くために清らかさんのところへ行った時、私たち別れましょう。勘違いしないでください。ちょっと一芝居打ってもらいたいだけですから。うずえ、俺別れたくない。うず
だから本当に別れるわけじゃないですって。私の話を聞いてください。話？おそらく今回のことはうららちゃんによる陰謀でしょう。陰謀論者だ。うららちゃんは兄である大吉くんにすこぶるなついていますからね。おそらく私と大吉くんを別れさせるための策略です。策略？うららの筋書きとしては、私に振られた昇進の大吉くんを慰めて自分に心を向けてもらおうという魂胆でしょうね。うららってそこまで俺のこと好きなの？気づいてないとは言わせませんよ。まあそりゃ何年も一緒に住んでるからな。たまに俺のパンツかぶってることもあるし、気づかないわけがない。とはいえ兄弟でそういう仲になるのはまずいし、何より俺は妹をそういう対象には見ることができなかった。だから今まで知らないふりをしてきた。とはいえこのままでは自利品です。そこでうららちゃんに私を大吉くんの彼女として認めさせるのです。どうやって？大吉くんは私に振られたことを理由にとんでもなく落ち込んでください。なるほど。そんな大吉くんにうららちゃんは確実に近づきます。でもあなたはうららちゃんの慰めでは絶対に元気になることはありません。とにかく落ち込みまくってください。そうしたらあなたのことが大好きなうららちゃんはだんだんと罪悪感に苛まれて、いずれは罪を告白するために私の前に姿を現すでしょう。ほうほう。そこで私が寛大な心で全てを許してあげることで彼女の信頼を勝ち取る。これでうららちゃんは私と大吉くんの関係を認めてくれるはずです。それから清らかさんの予想通りにことは運んだわけだ。あっぱれなもんだ。ほんと清らかさんって悪知恵が働くよね。しっけいですね。頭がいいと言ってくれません？そう、清楚で清らかに見える清らかさんが実は結構腹黒いところがあったりする。以前うちのクラスであった靴下盗難事件の時もそうだった。あの時清らかさんは靴下を盗んだ罪に問われていた。そこを俺が助けたのだが、そもそも靴下を盗んだ真犯人は清らかさんに恨みを持つ同じクラスの女子だった。何でもその女子が好きな人が清らかさんのことが好きだったとか。それで恨みを持った女子は清らかさんを悪者にしてやろうと適当に盗んだ靴下を清らかさんの荷物の中に入れて犯人に仕立て上げようとした。だがそもそもそうするように仕向けたのが清らかさん本人だったのだ。彼女は私に恨みを持っていて何かと突っかかってきて目障りでしたので、ちょっと潰しておこうかと。だから自分に罪をなすりつけやすいような状況を作ってあげて、後で自分の無実を証明し女子が真犯人であると証明しようと思っていたらしい。でその証明を俺がやった。要するに最初から最後まで彼女の手のひらで踊らされていたというわけである。でも清らかさんはどうしてうららと仲良くなりたかったんだ？そんなの決まってるじゃないですか。あなたの妹さんだからですよ。そうなの？将来あなたとどうなるか分かりませんが、険悪な関係よりは仲良くしておいた方がいいじゃないですか。将来ってそんな先のことを考えてくれてるんだ。ありがとう清らかさん。というか大吉くんはもっと気をつけてください。え？あなたはいろいろ無防備すぎるんです。もしかしたら妹さん以外にもあなたを狙っている人がいるかもしれないんですよ。そういう人が私たちの中を裂こうと隙を伺っているかもしれません。それはあるかも。俺じゃなくても清らかさんを狙ってってこともありえるし。それがなくても私以外の女の子とああいうことはやめてください。え？びっくりしたんですからね。最初大吉くんが他の女の子とイチャイチャしてるところを見て胸が張り裂けそうでした。あ、ごめん。分かってくれたならそれでいいですよ。わかった、もうしない。こうして一連の騒動は幕を引き、清らかお姉ちゃん可愛いですね、うららちゃん。二人はすっかり仲良しになった。
なんか俺ちょっと寂しいな。おまけ、清らかさんって腹黒子さんになる時があるよね。彼女に対して失礼極まりないですね。腹黒な彼女は嫌ですか？ああ、好きだよ。大吉くん、なんかギャップ萌えって感じで。私の感動を返してもらっていいですか？あるい。清らかお姉ちゃん、今度ここに行きたいの。でもお兄ちゃんとも一緒に行ってほしくて。ありがとう。でも先にうららちゃんと行きましょうね。